ゆりともみちゃんです。今日はですね、ユニバのスーパーニンテンドーワールドパワーアップバンドについてまとめました。イエーイということで、パワーアップバンドについて今からお話しするんですけども、ちなみにですね、今後もこのもみ TV ではまたね、 USJ の情報に関する動画を上げると思うので、ぜひねチャンネル登録お願いします。じゃあ早速ね、いきます。まずこのパワーアップバンドはですね、こちら そのスーパーニンテンドーワールド内でね使えるね便利なアイテムなんですよ。で、まずこちらのパワーアップバンドが必要かどうかなんですけども、こちらのパワーアップバンドがあったらスーパーニンテンドーワールドを倍ね楽しむことができるんですけども、こちらのパワーアップバンドがなくても、楽しむことができるっていうのが結論かな。というのも、このパワーアップバンドの大きな特徴は、そのスーパーニンテンドーワールドで遊んだ自分のスカを貯めることができるんですよね。これがめちゃくちゃ大きいね特徴なんですよね。で、だからユニバに頻繁に行く人でしたらは、これはですね、めちゃくちゃね便利なね機能なんですよ。ですけど、例えばユニバに、年に1回しか行かない人とか、数年に1回しか行かない人とか、数十年に1回しか行かない人からしたら、こちらはですね、いるかどうかはですね、行く人次第って感じですかね。ですけど、僕的にはやっぱこのパワーアップバンドがあったら、スーパーニンテンドーワールドはほんまに 200% ね楽しめるんですよ。ほんまにこのパワーアップバンドがなかったら遊べないゲームとかもあるので、僕的にはめちゃくちゃね、必要なアイテムなんですけども、これはですね、行く人次第って感じですかね。ですけど、一応ね、このパワーアップバンドにはですね、アミーボの機能があるんですよ。だから例えばその自宅にニンテンドースイッチを持っている方とか、スーパーマリオシリーズのゲームを持っている方はですね、こちらをですね家で使うことも可能なんですよね。で、こちらのパワーアップバンドはですね、全部で6種類あるんですよ。で、1個3200円なんですよね。まずこちらのパワーアップバンドなんですけども、こちらのパワーアップバンドはですね、こんな風にしてパッチンバンドタイプなんですよ。だからめちゃくちゃすぐにはめやすい感じになってこうやるだけでもはまるんですよね。で、こちらのパワーアップバンドのね、特徴はですね、3つあるんですよね。で、まず1個目がですね、そのマップでいろんなね、そのスーパーニンテンドーワールド内のゲームを確認することが可能なんですよね。で、もう1個がですね、その自分がそのスーパーニンテンドーワールドで集めたそのコインとかスタンプとかをですね、見ることができるんですよ。で、3つ目がですね、その自分の今のランキングとかスコアとかね、見ることができるんですよね。で、この3つがですね、このパワーアップバンドの大きな特徴なんですよね。で、次はですね、パワーアップバンドの登録方法ですよね。で、パワーアップバンドはですね、その自分のスマホのアプリと連携させて、そして自分のスコアとかを見ることが可能になるんですよ。で、その方法なんですけども、まずはですね、まずこのパワーアップバンドをまず買うじゃないですか。で、買った後に、まずその自分のユニバアプリを起動するんですよ。で、起動した後に、スーパーニンテンドーワールド部分を押して、そこをまた起動するんですよね。で、このバンドの裏にその QR コードがあるんですよ。その QR コードをね、読み取るんですけども、そのプレイヤー設定という部分があるんですよね。で、そのプレイヤー設定を押して、この後ろの QR コードを読み取ったら、もうね、でも自分のデータがもうスマホのアプリで表示されるようになるんですよね。で、このプレイヤー名を決めることができるんですけども、このプレイヤー名はですね、後でね、変更可能です。で、こちらのパワーアップバンドを使って遊べるアトラクションとかアクティビティなんですけども、まずはですね、このパワーアップバンドのキーチャレンジと、クッパジュニアのボスバトルですかね、と、ヨッシーアドベンチャー。ヨッシーアドベンチャーはですね、持った瞬間からもパワーアップバンドが自動的にね、起動になってます。で、マリオカート。マリオカートはですね、そのハンドルのその M の部分にこちらのパワーアップバンドをかざしたら、連携することができるんですよね。で、キノピオカフェのアイテムスポットとかね、いろんな各自の場所で、このパワーアップバンドが使える機会があるんですよ。で、次はパワーアップバンドの販売場所ですよね。で、まずはですね、そのユニバのスーパーニンテンドーワールドに入る前の、その土管のところに、2店舗ね、このパワーアップバンドはね、売ってるんですよね。で、もう一個はですね、スーパーニンテンドーワールドに入った直後、だからピーチ城を出た直後の、左側にね、もう1店舗ね、パワーアップバンドが売ってるんですよ。もう一個はですね、クッパ城の右側にも、このパワーアップバンドはね、売ってるんですよね。あとはですね、ヨッシーのスナックアイランドの、横ですかね。あとはですね、スーパーニンテンドーワールド内のそのショップのワンナップファクトリーでも、そのクルーさんに言ったら、こちらのパワーアップバンドはですね、購入可能なんですよね。
ですけど、実はこのパープバンドはですね、まあ、ほとんどがまあ現地購入なんですけども、実は事前購入も可能なんですよ。というのも、このスーパーニンテンドーワールドの入場確約券のエクスプレスバスを持っている方でしたら、事前にこちらのバンドは買うことが可能なんですよね。で、事前にこちらのバンドを買った後に、ユニバのエントランス近くにあるカリフォルニアコンフェクショナリーという部分で、こちらのね、バンドを受け取ることが可能なんですよね。で、ほんまにそのパープバンドのカートはね、まあ、混むときは結構混むので、まあ、そのエクスプレスパスね、買う方でしたら、まあ、事前購入がすごいね、おすすめと思います。はい、じゃあ今日はですね、パープバンドについてね、また言いました。で、僕的には、ほんまに、まあ、スーパーニンテンドーワールドで遊ぶなら、こちらのパープバンドがあるかないかで、だいぶとね、僕は変わると思うんですよね。うん。はい、じゃあ今日もですね、かなりね、真面目な動画撮ったんで、最後にね、一発ギャグします。トゥルトゥトゥルトゥトゥ、コンビニのおにぎりはツナマヨが大体人気。はい、じゃあね、これからもいろんな動画開けると思うので、チャンネル登録のグッド評価、通知ボタン回すだけ、だけで、バーイ。